皆さんあれですか、今対談は定期的にいる続いてる感じですか。あ、してますね、はい、月3本ありますね。月3本、はい、結構多いですよね。そうですか。対談と勉強会と交流会ですけどね。コンスタントに。そうですね、やってますね。どのくらいの方が聞いたり来たり。大体一つのやつで10人前後ぐらいですね。そんなに大きくないですね。規模はちっちゃいと思いますけど。それは結構入れ替わりとかもあるんですか。うん、宗教ぶつ上げっていう交流会はほぼレギュラーメンバーで固定してるんですけど、はい、で、あと LGBT とキリスト教っていう勉強会は、まあ、結構出入りが多いですね。当時は20名くらい来てますけど、だいたい。でも出入りがあって20名とかだと延べで行くと結構いますね。じゃあそうですね、多分100近く行ってる。おー、すごい、かもしれないですね。それはツイキャスがメインでしたっけ。勉強会は Zoom でやってますね。Zoom で。内容がね、センシティブなので、はいはいはい、誰でもっていうわけにはいかないので、はい、クローズでやってますね。おお。なんですかね、その、ふみなりさんのモチベーションは、はい。いきなり本質に迫っちゃいますけど、めちゃくちゃだってブログもやって、ね、発信も書いてもいるし、音声もやるし、で、別に本業なわけじゃないじゃないですか。そうですね。で、実際今は、教会にも所属もしているわけでもないし、なんか、仕事でもないし。そうですね。それは何なんですかね、ふみなるさんの突き動かしてるものは。まあ、ちょっと、いきなりぶっちゃけちゃいますけど。どうぞどうぞ。自分がキリスト教業界に残ってるのはやっぱり発信したいからなんですよね。はい、で、教会にも 今どこにも行ってないですし、はい、ぶっちゃけっていうと、その教会にもクリスチャンにもあんまりちょっと期待できないんですけど、はいはいはい、それでもやっぱり、それでもその残ってるという一応自覚なんですか、ふみなるさんの中で。そうですね、うん、やっぱその発信 したいというか、しなきゃいけないというふうに自分で思っていて、うん、でやっぱその教会の抱えている問題とか、うん、危険性とかね、そういったものを、うん、発信しなきゃいけないっていう風に感じてますね、自分でね。それはやっぱり、もちろんいい面もあるんですけどね、教会って。はいはいはい、はい、うん、ただその問題点も大きいというか。それはやっぱり巻いた教派教会のことの体系が大きいということですよね。うん、そうですね、そうなりますね。うーん、やっぱそのいわゆるそのカルト教会だったので、はい、自分が行ったところが、はいはい、だいぶ僕の意見としては極端かもしれないんですけど、うんうん、やっぱりでも教会だったし、その正統的なキリスト教っていうふうに標榜してたので、うんうんうん、やっぱどこの教会でも起こり得るのかなと思ってますね。いや、なんかもうそれだったら完全にキリスト教とはたもとを分かって、うん、そのなんだろう、キリスト教徹底批判みたいなこともできるわけじゃないですか、やろうと思えば。そうではない。そうですね、信仰はあるんですか。信仰はね、まああるとは思うんですけど、ちょっとそれ微妙ですけど。いや、あるとかないとかね、簡単にね、言えるもんじゃないと思いますが、ご自身の認識としてはまだクリスチャンをやってるという。はい。あ、そうなんだ。神様は存在してると信じてますね。というか、もういると思ってます。はい。ただ、僕の信仰ですけど、うん、神様は、その、祈ってもね、何もしてくれないっていうふうに思ってますけど。うん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 、リアルタイムで、はいはいはい、助けてくんないよっていうふうに思ってますけど、うん、それで言うとやっぱそのリベラルっぽい感じなんですかね、今立場上。そうですね、その保守派にはすごく反対意見があるので、うん、結果的にリベラル側に回ってるような感じですけど、うん、まあ、リベラルもね、リベラルって問題がね、うんうんうん、ありますけど。いや、よくね、その SNS 上では戦うじゃないですか、リベラルと保守が。そうですね。一回ね、対談もされてましたよね。保守対リベラルでしたっけ。ああ、そうですね。あれすごい面白かったし、はい、あ、よかったです。誰もが、こう、思ってはいるけど、口にしないことしかも、よく当事者を相手にね、それぞれお互い、まあ、
相手の方もね、懐が深かったと思いますけど。そうですね。はい、うん、あれは、まあ、彼だから可能だったみたいなんですね。そうですよね。あれはすごいお互いやっぱりリスペクトがある程度ないと成り立たない話なんで、うん、本当はでもそういう対話がね、あの SNS 上でもリアルでもあるともう少しね建設的になるんじゃないかなとは思いますけどね。うん、逆に言えばそのお互いにそのリスペクトがあれば、うん、立場に関わらず対話は可能なんですよね。そうですね。はいはいはい。うん、だからホストが関係なくてできると思うんですけど、はいはいはい、なんかどうしても喧嘩になっちゃいますよね。だそれで言うと同じ立場でもリスペクトがないと喧嘩になるってことですよね。そうですね。そんなリベラル同士とかね、保守同士とかもね、結構血で血を洗う醜い争いが結構散見されますけど、ね、うん、やっぱ僕もリベラル側に立場に身を置いてるんですけど、はい、やっぱリベラル間でもね、話が合わない人ってやっぱいますよね。うん、話が合わないっていうか意見がちょっとそうですよ、ね、違うというか、はいはい、うん、いますよね。でもなんか私の経験上は文成さんみたいに、はい、いわゆる保守ゴリゴリで、まあ、あるいはカルト的な教会で傷ついて、それの反動でリベラルに今はいるとか、あるいはまあリベラルですらなくて、もう教会も行ってないし信仰も ほぼ捨ててるみたいな、あるいはカトリックに振り切っていっちゃったみたいな人が結構いる気がしますけど、どうですかね。あ、自分の教会で言えばですけど、うん、あのね、もう9割方は信仰捨てましたね。あ、うん、もうほぼ残ってないですね。あ、ごく一部の方だけがまだ信仰を持ってらして、うん、でその相変わらず保守にいたりしてますね。うん、9割は信仰を持っていない。もう捨てちゃいましたね。もう完全に離れましたね。そうなんですか。あ、それはじゃあ文成さんは珍しいタイプ。そう、多分僕少数派ですね、その教会の中でも。やっぱでも普通に考えたら、やっぱりそこで相当傷ついて嫌な思いをして、いろんな、ね、犠牲も払ったわけじゃないですか。そうですね。そしたら足を洗うとか離れるとか極力関わらないとか、そういうのが、まあ、いわゆるカルトとか、あるいはイタンと言われるようなところの元信者の方々も、そういう方の方が多い気がするんですよね。そうですよね。もうすっぱりその関係切った方が簡単かもしれないです、ね、確かに、うん、やっぱでも自分の場合はやっぱ自分自身が長年人生捧げてきちゃったっていう部分があって、うんうん、でそれを全部無駄にしたくないっていうのがあるんですよね。なるほど。それも、うん、だったらもう発信したいっていう、自分の知ってることを発信したいっていう、ね、そうですね。そうですね。うん、でもそのまた多分、はい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 、多分今現在もやっぱりその同じように、うん、あの信仰だと思って苦しんでる人がいるので、うんうん、そうかそうか、そういった方たちにね、あの伝えていきたいと思ってますね。そうですよね、うん、それはでも風当たり強くないですか。そうですね。でプラスそういう保守、すごい保守的なとこで、うん、な人たちは、うん、SNS 見ないんですよね。へえ。ネットを見ないから、あの、あ、本当にそれはなんかあのロック悪魔の音楽みたいなやつと同じかな。そうですね。そう、インターネットはその悪い情報が蔓延してるから見ない方がいいみたいな感じにの教えですよね。そうですか、うん、そもそもじゃあネット上にはそういう人たちはいない。でも、まあ、見かけますけどね、保守ゴリゴリの、まあ、たまにいますけどね、うん、その保守もやっぱ一枚岩じゃなくて、はいはい、完全にそのもうそのこの世は悪魔に支配されてるっていうような立場ですと、インターネットも見ないんですよね、まあ、一切。でそこまでじゃない人たちは見るんですよね。なるほどなるほど、うん、だからインターネットに現れてる人たちっていうのはそこまでじゃないというか、へえ、うん、まだ怖いもんですよ、まだ僕からしたら。そうなんですか、それはなんか発見そもそも見ないってことですね。そうですね。そうか、じゃあ文成さんの活動についても そこまで別に知らない人もいるってことですね。そうするでしょうね、うん、だからそう、知らなくてもいい人たちが知ってるという感じですね。うん、直接攻撃とか来ないですか。まあ、今のところないですね、うん、あ、そうなんだ。ツイッターではもう概ねブロックしたので、そういった人たちは同じくそうか、そうですよね。そうか、ある程度もうそれになんか攻撃してくるような人たちは、まあ、そもそも最初からいないか、もうブロックしちゃってて聞こえてこないかですよね。そうで
そうですね。でもその問題点やっぱその自分が伝えたいところに届かないっていうところです、ね、ああなるほど、うん、いやでもなんか私は別にもともとまあ保守、まあ保守、まあ保守って言ったら、まあ、外閣下系なので保守って言ったら保守なんですけど、私自身保守じゃなかったので、まあもともとリベラルっぽいところにいながらの発信だったので、まあ、そんなに圧力とかもなんかなかったとは思うんですが、それでも結構来るので、だからましてそのね保守に元いた人に対してはすごいんじゃないかなとは思ってましたけど、それはやっぱいろいろね多分状況が違うんでしょうね。うん、その以前僕が対談した保守の方もやっぱりその保守の中で、はい、このリベラル側の人と対話するっていうのとか知られて、はい、攻撃型っていう話でしたね。マジで、あの、悪魔のフミナルなんかと対談しやがってみたいな。そうですね、うん、そうなんですか。保守同士の中でもやっぱねあるんですよね、そういう。でもだってそれを覚悟でやってくださったわけでしょ。そうですね。切ない、もったいない。本当は対話できない人たちは対話できないんですよね。そうですよね。いやなんかその本当に届いてほしい人に届かないっていうのはすごいよくわかりますね。あ、そうですか。うん、やっぱりいやいや、もうだからメディアにいると、もうなんか最初からもうすでに分かってて、理解してくれる人はめちゃくちゃよく聞いてくれるんだけど。もうそういう人たちって別にもう我々がねあんまり言う前から大体理解してくれてるじゃないですか。そうですよね、そうですよね。で、そうじゃない人、あるいはそこの例えば講演会とかね勉強会とかにその自らの意思でその能動的に参加してくれるような人はもうそれだけでもうクリアしてるじゃないですか、問題の。そうですね。客観的に、俯瞰的に。そうそう、自分で学びたいと思って、自分が変わろうと、変わらなきゃと思ってる時点で、ある程度はもうそこはなんかクリアできちゃって。で、そもそもそこに来る気もない、関心もない、そもそも来たくもない、聞きたくもない、変わりたくもないっていう人に一番届いてほしいのに。そうなんですよね。そこはなかなかね、多分、だからこれ、牧師も同じジレンマを抱えてると思うんですよ。でしょうね、もうだって教会に来て牧師の話をね、うん、その座って静かに聞こうなんていう人たちはもうすでに、まあ、言っちゃえば、まあ、出来上がってるというか、まあ、あとほっといたって別に自分たちでね信仰をこう歩むわけで、まあ、もちろん牧会的ないろんなね、サポートフォローとかは必要だと思いますけど、そうじゃない、そもそもそんなところに関心もない、キリスト教の気の字も知らない、聖書なんか興味もない人にどうやって届けるかっていうことが大事だし、あるいはそのそこで苦しんでて声を上げられずに、で他の教会を全く知らない、教派も知らない、でもそこは全部キリスト教だと思い込んじゃってる人に届けたいわけじゃないですか。そうですね。そうだからそこはすごい苦労しますよね。うん、僕のブログのを見てくださって連絡くれる人もやっぱり、はい、その疑問に感じた人なんですよね、はいはいはい、教会 で、はいはい、うん、で疑問に思ってネットで調べて僕のブログに来たっていう人が結構多いですよね、うん、そうですよね、うん、だからその疑問に持つ前の人は来ないんです、はいはい、はいはいはい、そうですよね、うん、いやでも私もだからツイッターとかでよく反応がね DM とかで来るのは、まあ、フミナルさんと同じような体験、まあ、もともとかなり厳しめの教会にいて、なんか理由はよく分かんないけど苦しいとか、なんか本当にこれでなんか救われてるのかなとかね、あとこう教会こんなんでいいのかなみたいなことを悶々として、でも誰にもそれを、ね、言えず、言ったらなんかはぶられそうだし牧師にも相談できないしみたいな人からの反応はすごくいいですよね。そうなんですね、ケイシもね。そうそう、で、うん、誰もそういうことを周りには言ってくれる人がいなかったと。うん。うん、だからそういう人たちのためにはぜひね、それこそフミナルさんの活動はめちゃくちゃ大事だと思うんですけどね。そうですね。ただその思うのは自分の今してる発信が多分その、はい、自分が教会にいた頃の自分は多分聞かないですね。はい、やっぱり。うん。それは馬鹿にしますねきっと、うん、あ、何にも分かってないみたいな感じで。そうなんですね、うん、多分自分が分かってないんですけど。そうなんですね、うん、そうなんですよ。いやでもそしたら どっからこうなんていうか崩していけばいいんですかね。
ね、やっぱりその苦しいことを苦しいって感じてほしいですね、うん、その信仰だからとか訓練だからとかって思っていて、うん、牧師から搾取されてること、うん、の状況が苦しいんだっていうことを認めてほしいというか、うんうん、いやなんかやっぱり苦しくてなんぼみたいな結構こ う, そ う, そうド M な体質あるじゃないですか。ありますね。頑張ってるっていうか、そうそう、なんか楽に何かを得られるなんて本物じゃないみたいな、うん、こうなんだろう、武士道というか体育会系というかそういうありますね、あるじゃないですか。うん、あのキリストも苦しんだんだから、はい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 、お前らも苦しいみたいなね、自己犠牲とかね、いや僕じゃあ11献金とかも本当文成さんバシッとはっきり言いましたけど、あれだっていまだに11献金やってる方からしたら本当にふざけんなって話じゃないですか。本当ですね、うん、いや我々からしたらいやふざけんなって話だけど、逆にね逆にね、そう、搾取しまくりじゃんかっていうことになるけど、本気で信じてる人にとってはそんな、まあ自分が今までまあまあ文成さんもやってきたんでしょうけど10分の1をね、収入の10分の1を捧げる、まあ、あのここに来られてる方皆さんクリスチャンかどうかあれですが、そういう方々がその本気でやっぱり収入の10分の1を捧げてきたのに、 それそんなものはねやんなくていいみたいなことを言っちゃうと、それはなんか自分の今までの信仰が否定されたみたいなことにね感じちゃう人はいるでしょうね。そうですね、あのカルトと、うん、その厳格な保守派の、はい、境目が難しいですよね、はい、うん、境界線がね、その自分で捧げてもう感謝してる人はそれでいいんですけど、はいはい、感謝、本当は感謝してない人もやっぱ中にはいて、いやだって本当に苦しい生活苦しい人っているわけじゃないですか、うん、そうそうそう、でもその捧げることであの恵みがあるんだっていう信じてる、うん、でその線引きですよね、その、うん、なんていうの、本人の満足感と、うん、本当は苦しいんだけどっていう、うん、そのところのね、いやもうでもあのカルトでよく問題になるのは、本人が苦しんでなければそれでいいのかっていう、で客観的にでも、ね、それは客観的に見てそれは虐待だし、その搾取だし、うん、人権侵害だということが、うん、こう誰が見ても明らかだけども、その人自身はそう思ってないと。でむしろそこからその教団 教会からあの離れさせられることはもう苦し、本当にそのなんか死ぬに等しいぐらいの苦しみだと本人に言われてしまえば、じゃあ我々そこから救うことができないのかっていう問題に、ね、なるわけじゃないですか。そうですね、でその部分を発信すると、その重点研究をしていて特に困ってない人たちが反応してくるんですよね、うん、あ困ってない人ね、そうですよね、そうそう、うん、はいはい、その余裕があって充実研究している人たちが、うん、充実は資格なんだっていうふうに言ってくる、うんうん、なんかねそこは根深いというか、まあこれ別にキリスト教に限らずですけど、やっぱりその洗脳されちゃうとかマインドコントロールとかのね問題でもあるし、うん、いやだからそれを全部否定しちゃうと、じゃあキリスト教の宗教たる源は何なのかみたいなね、それこそ、ね、あのね、献金もしなくていいし礼拝も行かなくていいしみたいな、で教会も別に箱はいらないんじゃないみたいなこと、まあ、まさに今コロナの時期でね、あの文成さんみたいに自意識としてはクリちゃんだけれども、別にそういう、まあ、制度としての教会に縛られないっていうやり方はどんどん出てくると思うんですよ。そうですね、うん、で私はそれ自体は全然、まあ、個人的には、まあ、あのウェルカムだし、まあ、むしろそうやって変えられていくというか、変わらざるを得ないというか、まあ、むしろいい方に変わっていくべきだと私は思ってますけど、究極それをやっていくと、じゃあ何をもってキリスト教なのかみたいなねいうことになるし、じゃあ洗礼も聖餐も別にいらないじゃないかみたいな話になるのかどうかっていうところは、そこですよね。皆さんどういうふうに自分の自身のそのクリスチャンとしてのアイデンティティみたいなことはどう考えてるんですか？僕自身は今クリスチャンとしてはちょっと怪しいとこがあってさっきクリスチャンだって言ったじゃないですかいやその本当はね、本当はやっぱ宗教的な部分って大事だと思ってて、はいはいはい、例えば建物とかね、はい、その礼拝の雰囲気ですよね、はいはいはい、そのみんなが集まって、はい、声合わせて賛美するとか、はいはい、祈るとか、そういった部分が大事なんですよね、すごく、はい、
その今現在の技術ではオンラインではそれは代用できないと思ってますね、うん、実を言うと、うん、そこに自分は行くべきだと思うんですけど、うん、クリスチャンとしてね、うん、でもそれができないっていう、あの精神的にね、うん、心理的にかできないっていう自分もいて、海鳴さんは本当は行きたいのに行けない、あるいは行かないっていう状況なんですか、状態。そうですね、そうですね。あ、本当は行きたい、うん、本当は行きたいですね、リアルな教会に、別に期待してないのに、うん、そうですね不思議。なんかね、その、いや本当これ不思議なんですけど、自分でも、うん、あのね、あの祈ることができないんですよ、僕今っていうかずっと、はいはいはい、うん、すごい熱心にあの祈ってましたけど、はい、教会にいた頃は、はいはい、もうそれ事件があって以来ね、祈れないんですよ全然。それは教会を離れてから。そうですね。あ、なんかね、その祈るとなんかすごくね、バカらしくなってくるんですよ、はいはいはい、あの客観的に見てる自分がいて。そうですね、そんな祈ってもどうしようもねえよみたいなね、うん、そうそう、悪魔のささやきがなるほど。もう熱心だった分だけ反動かもしれないんですけど、祈ることができないんですよ。で、賛美する歌を歌うことはできますけど、はい、なんで歌っていてすごくバカらしくなってくるんですよ、やっぱり。バカらしいって言っちゃ失礼ですけどね、本当は。でも、うん、本心では祈りたいし歌いたいと思ってる。それがクリスチャンだと思ってますね。あ、それがクリスチャンだと思ってるけど、自分はそうはなってない。できない、うん、そう、できないですよ。あ、できない、うん、やりたいけど。そうさっき言ったように爆発的になってしまって、いや、その傷は深いですね。だからそのね、その教会に毎週行ってね、礼拝しなきゃ救われないよみたいな意見あるじゃないですか。僕はある程度同意するんですけど、はい、でもそうやってできない人もいるんだよっていう。そうですよね、はいはいはい、うん、でその物理的に行けない人もいるし、うん、行けない人もいるし、うん、でそういう人たちはどうするんですかっていう、うん、部分ですよね。なるほど。保守派に聞きたいのは。そうかそうか。で、その、まあ、例えば今、あの、会いに行く牧師のともみんさんとかがやってる、オンラインをメインとした、その箱を持たない共同体みたいな、ズームでつながったりと、あといろんな、ね、LINE でつながったりとかって、ああいうオンラインでの教会に興味があるわけでもない。どちらかというとないですね、興味は。あ、そうなんだ。それは。なんだろう、それでもすごく面白いですね。うん、あの牧師さんに対してもですね、牧師さんその個人の牧師さんが悪いわけじゃないんですけど、はいはいはい、なんかね、牧師さんという立場に対して、存在に対してなんかね、あの不信感みたいなものがあるんですよ。で、その心を開いて話すことができないんですよね、牧師さんという立場に対してね。僕はですよ、僕はですけど、はいはいはい、だから多分まともな方は大勢いると思うんですけど、もう立派なね、牧師さんとかいると思うんですけど。いや、あんまりいないと思いますけどね。え、そうなんですか。ちょっと。いや、牧師さんに対してね、その心を開いて自分の気持ちを正直に話すということが、なるほど、難しいですね、僕はね。え、牧師じゃなかったらいいんですか。うん、クリスチャンの方に信頼できればいいんですけど、牧師っていう立場になっちゃうと、すごくハードルが高いというか、僕にとっては。いや、それは多分トラウマ的な何かじゃないですかね、やっぱり。うん、まあ、散々僕しかいじめられましたからね、僕は。いやー、なんか、どうしたらいいんでしょうね、それ。だから、そう、そういう傷ついた、まあ、自分で傷ついたっていうのはね、ちょっと言えない、嫌なんですけど、うん、まあ、そういう傷ついた人たちは実際にいて、教会で、うん、その人たちどうするんですかっていうことなんですよね。うんうん、で、その人たちが文句を言うと、いや、だから、そしたらやっぱり、牧師のいない、例えば教会を持たない、無教会的な立場になるんじゃないですか。集会とか。いや、それはそれでも、教会の中で、で、権威のある人たちが、ね、もちろん、もちろん。何人か立つじゃないですか。はいはい。多分だ、権威に対するものなんですよ、僕の不信感みたいなものはね、きっと。なんかでも、だからそういう、あの、縦の上下関係とかが全くない信徒集団を自分で作るのが一番近いのかな。ああ、そうかもしれないですね。その気になればですけど。ね。うん、だから今、ラフミナルさんがいろんなところでやってるのは、それにをちょっと目指してる感じなんじゃないですかね。ああ、無意識にそうかもしれないですね。もしかしたら。うん、
で、そういう形の教会、まあ、いわゆる教、まあ、今までの教会とは違う形の共同体コミュニティを作りたい、でそれがまさに今後の新しい教会の在り方であるっていうことを文治さんが自ら体現して提起するっていう、マセさんやっぱ上手いですね、そういうのね。いや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 、でもそれが一番なんかしっくりくる気がしますけど、うん、確かにその偉い人がいないっていうのはいいかもしれないですね、うんうんまあ、いろんな細かいルールがね、必要でしょうけど、きっと、うんうん。ただやっぱコロナで今、そのなんか、まあ、まさにその、文治さんと同じように、あるいは同じ理由じゃなくても、まあ、もともとリアルな教会でつまずいて、行かなくなってる人、でも、まあ、信仰は持ってるよ、聖書は読んでるよっていう人が結構こう、可視化されたというか、あ、そうですね、そういう人がこんなにいたんだっていうね。で、むしろそういう人たちをないがしろにしてきたリアルな礼拝っていうのがあって、もうそこに来れないと、その日曜日朝10時10時半に特定のこの空間に来れないと信者じゃないですよと、会員としても認めませんよっていうことを、まあ、言ってきたわけですね、案に。そうですね。で、それがコロナになって、あ、なるほど、これだけのそうじゃない人たちがたくさんいて、でオンラインになったことによってそういう人たちが、まあまあ、再びつながることができたっていう意味では、すごいいい気づきのきっかけにはなってるんじゃないかな、私は思うんですけどね。そうですね、うん、実際僕のところに連絡くれる人ってやっぱり神様信じてますけど、はい、教会には行きたくないっていう方ばっかりですね、うんうん、そうですよね、うん、同じ思いだなって思いましたね、うん、こんなにいるんだって驚きましたけど。そうそう、だからいろんな教会で一気にそのオンライン礼拝とか始めましたけど、うん、それを見てるのは必ずしも教会員とかだけじゃなくて、今までその通りすがりで教会で外から見てた人で、いや本当は入ってみたかったとか、あるいはかつて行ってたけど今は行けてないっていう人が結構こうね、匿名で、それこそ受付で名前書く必要もないし、なんか生産式で爽快感味わうこともないし、そういうところでのこの居心地の良さから、まあこうね、いろんな教会のオンラインを覗いて見て回ってるって方はかなりいるんじゃないかなと思うんですよね。うん、いますね、きっとね。うん、だそういう方のための新しい形の教会共同体っていうのは模索する価値はあると思いますけどね。うん、本当ですね、うん、確かに。ぜひそういう人のための発信を今後も続けて聞いていただきたいと思いますが、はい、なんかもう使命感だとなのではい、はい、発信は多分続けますけど、はい、ただそのキリシンもそういうところが深いですよね、僕みたいな人間もね使ってくれて。いやー、だって他のメディアが全然やらないんだもん、そういうことを。ああ、そうなんです ね, ね。確かにその自分が発信してることってあまりしてないですよね、誰も、他の人って。してないですよね。まあ、あの個人でね、いろいろブログとかはやってた人がいると思いますし、うん、まあ、その教会の問題提起みたいなことは、まあ、してきた人はまあいるとは思うんですけど、うん、まあ、なかなかこう公には評価されないというか、うん、周知されないっていう傾向はありますよね。うんうん、あとそのやっぱ攻撃的すぎるかなって感じますね、ちょっと批判的な立場の人たちって。効率、あ、攻撃的すぎる。攻撃的、あ、うん、まあ自分もそう、昔そうでしたけど、あ、攻撃的すぎるとやっぱりね、それだけ風当たりも強いですよね。え、文治さん攻撃的だったんですか。そうですね、昔すごかったですよ、こう文章が攻撃的で。え、それは何、教会から出てすぐの頃。そうですね、ブログ始めたばっかりの時2013年ぐらいですね。へえ、うん、それだんだん怒りが静まってきてで、じゃあ今は丸くなった感じなんですね。だいぶね、だいぶね、これでもね、はい、これでもですかそうなんですか。表現を考えるようになって、自分でもへえ、うん、伝わるようにっていうことを考えてますね。ああ、まあね、まあ、でもなんかよくね、トーンポリシングとか言われちゃいますけど、やっぱ怒ったら伝わらないとかね、攻撃的感情的に言うから伝わらないみたいなことがこうね、その弱者が声を上げるのを封殺したりするっていう面も
なくはないんで。ありますね。確かにね。確かにトンポエシングっていう、ね、言葉で封じられてしまう部分があるので、それはダメなんですけど。そうそうそう。だから必ずしも、じゃあ、攻撃的じゃなく、ね、穏やかだったらいいのかみたいなことにはなると思うんで、うん、まあ、ある種、ちゃんとね、起こるべき時に起こるっていうのが大事かなとは思いますけどね。うん、そうですね。確かに。うん、でその自分の場合も、あまりにもその起こってきたので、うん、自分ではで、自分はですけど、もう、うん、もういいやっていう感じ。疲れた。今はもうちょっと伝わる方ようにしようみたいな風に移行してますね。今僕はね。でも、当初あれですよね、ブログが一番メインというか、そうでしたね。ね、当初は毎日、毎日書いてましたね、記事を。あ、そうなんだ。1日1記事。うん。すごい。それ何年前くらいですか？2013年から始めて、はい。初めの数年は毎日書いてましたね、記事を。じゃあ年間365記事。うん、そうですね。うん。すごいですね、それは。当時は結構見られてましたね、それで。月に数万ビューアーでしたかね、確かに。いや、それは毎日更新したらそうなりますよね。うん。すごい。よくつきませんでしたね、ネタが。いや、もう後から出てきて。というかね、書いてるうちに、だんだん整理が自分の中でついてきた部分があって、うん、相当混乱してましたね、自分自身。当時は。うん、その混乱した部分を整理するために書いたようなところがありました。書きながら整理されて、そうですね。問題が。書いていく中で、だんだん問題点がはっきりしてきて、はいはい、で自分の気持ちも安定したような感じがしますね。だから書くことが自分にとっては救済だったかな。そうですよね。まあ割とそういう方が多いですよね。そういう自分の、辛い体験をこう書くことによって、まあ、整理できて、あるいはそのなんか作品として昇華することで、なんか解放されたみたいなことはよく聞きますけどね。そうなんですね。もともと書くのは得意な感じだったんですか？あ、好きでした、書くのは、文章が。ああ、うん。だから小説とかも書いてるじゃないですか。そうですね。たまに書いてますね。ねえ。なんか、今の職業と全然違うなと思って。確かに。そういう道は志さなかったんですか？いや、小説とかね、書くのもいいんですけど、難しいじゃないですか、実際に職業として成立するのは。いや、でも今の時代、ね、発信が、こう本になったりとかいろんな形がありえますから、それこそ音声もあるし、まあでもね、そのお金になるのは一部じゃないですか。まあまあまあもちろんね、そうですけど、うん、ブログの後は何を順番としては始めた？ブログ始めた後はツイッターを並行して始めて、マサヤさんのアドバイスがあってツイッターを毎日発信するようにして。私でしたっけ？そうです、そうです、そうでしたよ、実は。そうでしたっけ、忘れてた。ははは。で、2018年からツイッターもちゃんと更新するようにしたんですよね。で、その時マサヤさんから声がかかって九州新聞で連載も出していただいて、はいはいはい、それが今この協会者ですね、協会者、それが、はい、えーいやいや、なんか申し訳ないことに始めてすぐ終わっちゃったんで、ね、そうなんですよね。いや、でもね、バイオレットとして書かせてもらって感謝でした、本当に。あ、そうですか。なんか心境の変化とか書いてて面白いとかありました？いや、そのやっぱその公にね、その新聞に自分の記事が載るっていうのがまず純粋にね、感謝だったことと、ああ、やっぱその新聞に載るからってことで文章とかもかなり真剣にっていうかね、注意して書きましたよね。あ、へ、それでやっぱりレベルが上がったような感じがしました。そうなんですね。なんかまあいつもね、こっち側の立場にいるとなんかルーティンになっちゃいますけど、確かになんか読者の方とか自分で書いて載ってっていうのを繰り返すると、こう磨かれていくみたいなことはよくおっしゃる方いますね。そうですね。はい、うん、そうそう。やっぱそのブログとは違ってやっぱ紙面に、うん、残るので、うん、すごい注意して書きましたよね、うん、あれは、うん、いや、なんか今回ね、そのたまたま、まあ、匿名が条件で協会じゃ皆さん他 の, あのメンバーまだ一切あのカミングアウトしてないんで、協、まあ、会じゃ9人いるうちの唯一
初めて中の人として顔出しをしたのがふみなるさんになるわけですけど、そうですね、なんか書くからには実名で書きたいみたいな、なんか願望とかはなかったですか？あ、初めからそうでしたね。初めから僕はそうでした、うん、あ、特に実名で書きたかったですね。あ、初めから、へえ、そうなんですか。でもやっぱ初めから初めに言ったように、僕自身この業界に残ってるのはその自分の発信が大事だったからなんですよ。うんうんうん、だから経営の中でもそうやってさせてもらえばもうそれを利用するしかないみたいな、うん、なるほどなるほど思っていて。そうかそうか、目的が発信だから、うん、そうです。なるほど、それは極力バイオレットっていうのも、でも もちろんいいんですけど、はいはいはい、やっぱり自分の名前でっていうのは初めから書かない。いや、まあ、ね、こんなの聞いてる方にどれぐらいキリシの読者の方がいらっしゃるか分かんないですけど、まあ、一部ね、ネットでも無料で今でも読めるんで、過去を記事、さかのぼっていただければと思いますが、教会じゃ基本的にその実名では書けないいろんなあれやこれやをですね、牧師さんに書いていただくっていうコンセプトだったんで、まあ、基本皆さん実名では書けないけど書きたいことは山ほどあると。いう方が、5人集めて始めたのだったので、まあ、それでいうとやっぱりあれですね、みなるさんとしては別に実名だろうが匿名だろうが書きたいことは変わらないってことなんですね。そうですね、うん、だからよく採用してもらったと思って、バイオレットの記事、いや僕はよく言うんですけど、やっぱりそのブログとか書いてる方がからやっぱり執筆者って選ぶんですよ。まあ、ブログだけじゃなくてその常に発信をされてる方。あ、そうだったんですね。日頃からやっぱ書き慣れてるとか、うん、まあ、それは特にその別に職業的に書いてるとかじゃなくても、日常的にそういう文章を書いてる方、まあ、牧師でもその自分で文章を書いてる方もいらっしゃいますけど、うん、まあ、牧師だって文章うまいわけじゃないんで、みんながみんな、はいはい、まあ、それでいくとやっぱりその編集者としてのその選定の第一基準はやっぱり日頃からそういう文章なり何らかの発信をまあ能動的にされてる方からまあ選んだ方がまあ外れがないっていうか、まあ、言い方悪いですけど、やっぱりブログを見ることである程度か、ね、まあ、ある程度かどのぐらい書けるかとかどんなことが書けるかとか分かるじゃないですか、ある程度。そうですね、うん、でそれが分からない人に物頼むとか文章を頼むってすごいリスキーなことなんで。確かに危険ですよね。そうで、話がうまいと思って頼んだら文章めちゃくちゃとかねその逆に文章めちゃくちゃうまいんだけど話全然要領得ないとかね、結構いるんですよこれが。誰とは言えないですけどで、稀に両方できる人が稀にいてですね、書いてもいけるし話もうまいしみたいな人は本当になんか牧師の神的な、あるいはね、学者の中でも本は書けるけど話はダメみたいな人もいるんで、まあ、そういうのからすると、まあ、そもそも書いてその記事もすでに読めて日頃からそういうのを苦なくやれる方。で、海鳴さん割とバンバン書くじゃないですか、とにかく。そうですね、書きますね。締め切りすぎても全然来ないとかいう人もいる中で。そうなんですか。そう、締め切り前にバンバン来るような海鳴さんはかなりレアなタイプなんで編集者としては非常にありがたいっていう。ああ、それは良かったです。感じなんですけど、なので、まあ、もう教会バイオレットはぜひ、まあね、最初の5人プラスで後から3、4人ぐらい増えてますけど、まあ、最後の追加選手ということで入っていただいたわけなんですが、はい、ね、せっかくなんでぜひ今後も活躍の場を、あ、もうぜひぜひ、うちはいくらでも、まあ、紙が今どうか分からないですけども、ウェブはいくらでも咲きますので、利用して、せっかくね、このキャラを作っていただいて、はい、イラストもでね、用意してもらったので、はいはいはい、お金かかったと思うんですけど、きっと。いいね、もうキャラがあるのでもう利用させてもらうと思ってます、はい、ぜひぜひ、いや、もう一つね、文永さんの特徴といえばその、まあ、職業も、ね、公にされて看護師をされてるということで、はいはい、まさに今 その医療現場の話とか、あとワクチンのね、陰謀論の話とかその辺もぜひ伺いたいとは思うんですが、はい、お願いします。職業、まあ、看護師にもいろいろあると思うんですが、文永さんの今の働き場ってどういう、はい、今ですね、複数人またがってまして、はいはい、障害者 のグループホームと精神科の病院で勤務してますね。はい、
だからコロナには直接関わってないんですけど、はい、まあ、友人がかかってますけど。え、精神科の病院の看護師。そうですね、はい、そうです。病棟の看護師ってことですか。病棟ですね、そう、病棟ですね、正確には。それは閉鎖病棟とかいろいろあると思いますけど。いくつか勤務したんですが、閉鎖病棟も勤務したことはあります。今は違う。はい、今は違いますね。なるほど。解放ですね。それは、資格としては看護師としては同じなんですか？いろんな。同じですね。全く同じです。看護師もいろんな、ね、分野に分かれてますけど、はいはい、基本的には同じ資格ですね。看護師は、看護師で。国家資格ですもんね。そうですね。じゃあ、もともとそういう職業を志望されてた？その学生時代に結構、結論が結構きつかったので、はい、結構失望してて、人生に、はいはい、初めから、はい、でなんかその人のために役に立つようなことがしたいという気持ちがあったんですよ、ずっと。で、まあ、看護師に行く道があったのでそこに行きましたね。へえ、じゃあ最初からもう大卒こうで、じゃあ看護学校、あ、そうか、看護学校出てストレートに看護師になった。そうですね、そのクリスチャンはどっからなんですか？クリスチャンは19歳の時にその学校にいた時に、はい、看護学校、そうそうそう、そこで知り合った方に紹介されていったんですね、はい、そこがかかることでしたけど、そこが、じゃあその友達はそこの教会の会員さんだと。そうでしたね。看護学生か。そうですね。その方は今も看護師やってるんですか？今はね、もう何もしてないんですけど、その人は。教会にはいらっしゃる？教会も行ってないです。あ、行ってないです。教会だったので。はあ、そうか。そうですか。なんか、まさに教会バイオレットのキャラに、ね、なんか、沿った人生をというか。そうですね。ね、うん。そうなんですね。じゃあ、ずっともう、卒業して以来看護師一本で。看護師しかしたことがないですね、僕は。そういう、他のこと全く分からないです。例えばそういう分野での発信みたいなのはされたりはするんですか？いや、看護師も発信してる人が多くて、はいはい、あ、そうなんですね。でもね、そう、だいぶもうダブってるので。あ、そうなんですか。もうね、そう、隙間がないんですよね、看護師は。本当にブログとか、ブログもそうですし、いろんな部分で発信してますよね。うん、看護の美容系は人気ですよね。看護師の美容師とか美容系の看護師とかはね。へえ、あ、それはなんか私の知らない世界ですね、それ。で、自分はそこまでその真面目に勤務してるわけじゃないんで、そこまで発信できないと。職業として看護師やってるっていう感じ。そうですね、お金のためですね。でも看護師ってあれ、やっぱ男性はマイノリティじゃないですか。うん、そうですね。今は1割ぐらいですかね、看護師の方では、男性が。うん。それで、そういう職場で、ちゃんとやるって結構、モチベーション大、必要だと思うんですけど。いやー、全然。そんなことはない。もう、ルーチンワークをするだけで。もう情熱と何もいらないですね。ぶっちゃけちゃいますけど。そうなんですか。やっぱ、それよりはキリスト教の話が、僕にはその、もうすごいもう、動機づけですね。まあ、じゃあもう、そのお金を稼ぐためのなりわいの一つでしかないっていう感じ。そうですね、ぶっちゃけて言うとそうですね。なるほど、そうか。まあ、でも気持ちがすごく強くてやってる人も結構危険ですけどね、それはそれ。なんかやりがいとか生きがいみたいな、そう、意識高くてもね、あまりね、そうね、いい看護師かどうか分かんないですね。それでね、現実と理想のギャップにね、つまずいちゃったりとかしますもんね。そうですね。そうなんですか。いや、あの、まあ、コロナとは直接ね、縁のないあの職場だと思いますが、はい、ミナレさんから見た今のそのコロナの状況っていうのは、まあ、一医療従事者としてはどう見てますか？いや、 やっぱその東京とその周辺の3県と、あと大阪と沖縄かな、はい、あたりはやっぱり医療崩壊も現実的ですよね。はいはい。で、医療崩壊ってその病院とか医療従事者が崩壊するんじゃなくて、地域医療として成立しないっていうことで、新規の患者さんが受け入れられないんですよね。はいはいはい。それが医療崩壊って言うんですけど、はいはい、その意味でもう入院とかできなくなっちゃってますから、もう医療崩壊ですよね、現実的には。
いや僕これねツイッターで何回もねツイートしたいと思ってたんですけど、医療崩壊間近とか医療崩壊に今後なっちゃうみたいなこと散々言うじゃないですか、ずっとニュースで、いやもう現実今もう崩壊してんじゃんかと。そうです、だって救急車に行って何百件ぐらい断られたりとか、でコロナ以外でも入院がままならないとか、自宅療養がせざるを得ないと、もうすでに崩壊じゃんかと思うんですけど。そうなんですよね、誰もそういうことを言わないですよね。うん、そう現場の人たちは多分分かってますけど、ね、多分手一杯だから発信できないんでしょうね、きっと。そうですよね、うん、いやだからテレビとか見ててもその医療現場こんなに大変ですとか、お医者さんがね、その実際携わってる医師がいろいろ救助を訴えるみたいなことはやりますけど、うん、その危機感と、いやそれ以外のそのなんだ世間の危機感が全く合ってないっていうか。そうですね、それ同じテレビ番組の中でも全然なんかコロナニュースやるときだけめっちゃ深刻な顔してやって、うん、じゃあオリンピックですみたいな。本当ですね、切り替えが早いですよね。でバラエティは普通にやってるし、うん、コマーシャルもやってるし、誰もマスクしてないし、うん、それ日常的に見てたら全然医療崩壊だと思わないですよ。そうですね、全く別世界。うん、最近友人も、ね、発熱して病院に行こうとしたんですけど、はい、どこに行ってもダメで、もともとかかりつけの医者がいなかったので、はい、その新規、全くの新規だったんですよ。はい、そしたらもうどこも見られないということで、はい、やっぱり自宅療養っていう形になっちゃいましたね。ああ、いやだから自宅療養って聞こえはいいけど、結局見てもらえないってことじゃない。そうなんですよね。まあ、それがまあ医療崩壊ですよね。もう現実的に、ね、でそれで悪化したらそのまま死ぬしかないってことじゃないですか。うん、そうそう。それはすごいことだと思うんですけど、今起こってることって。うん、だからまあその、まあ、聞いてる方だけでもね、おすすめしたいのは、やっぱりその基本的な感染対策ですよね。はい、そのマスクと手洗い、うがいと水を避けるっていう、うん、まあ、ずっとやってきたことですけど、うん、多分それをもう継続することだけですよね。うんうん、で病院にかかんなくていいようにするっていうことが一番大事かもしれないです、今は。そうですよね。コロナじゃなくてもかかれないってことですもんね。うん、だってそうなんですよね。そう、コロナ見ない病院も今警戒してますから、新しい患者さんを、はいはい、うん、なかなかその新規で受け入れてくれないところが多い。うん、うん、それふみなるさんの職場としてはなんかどういう対策とかされてるんですか。うちはもう今面会は全くしてないですね。あ、うん、家族の面会、はいはいはい、お断りしてますね。で新規の患者さんは、うん、やむを得ず入院する場合はやっぱ PCR 検査を受けてもらって、うん、で確認してから入院って形ですね。だからでも外出も一切しないですし、今はもう。ああそうなんですね。うん、いやだから結局コロナを受け入れてる病院だけじゃなくて、受け入れてない病院でも、うん、みなるさんみたいな病院でも相当な影響を受けてるわけじゃないですか。そうですね。うん、ね、だからなんかコロナだけの問題じゃないし、それこそ救急車呼んでもね来ないっていうんだったら、もう本当怪我もできないし。本当ですよ。本当なんか怒り心頭なのに、テレ朝の社員がなんだっけカラオケの2階から落っこって、ね、怪我して入院とかって、お前そのベッド他に回せよって話なんですけど。本当ですよね。いやいや、元テレ朝の関係者としては本当にじくじたる思いですけど。ああそうだったんですね。まあまあでもテレビぐらいああいうことはありえるし、たまたまね、うん、救急車の呼んだからああいう大表沙汰になっただけで、うん、あれは別に誰も怪我しないで普通に飲み会やって、誰もね感染者も出なかったらニュースにもならない。そうですね、同じようなことはいくらでも他でもやってるっていうことがあらわになっただけなんですけど、うん、まあ、その辺の意識、僕危機意識非常に薄いと思いますよ。そうですね。うん、もう一回この物理的な感染対策とか医療崩壊っていう部分だけじゃなくて、やっぱそのみんなのその精神状態が心配かなと思いますね。うんうん、やっぱり自殺率が上がってきてますし、はいはい、でうつ状態の人がね、はい、だいぶ多いですからね今、はい、一般でもね。それは。文谷さんの肌感としてもそういう感じはしますか。
うん、ありますね。ですね、やっぱその、やっぱその不安な気持ちが強くて、うんうん、で必要以上 に恐怖を感じてるのかなって。うん、例えばその咳をしてるだけでも、人がそばにいるだけでも、すごい敏感になっちゃうんですから、電車と電車の中とかで。はいはいはい、でもそのマスクしてて距離があれば、ね、うん、そこまで心配する必要はないんですけど、うん、でもやっぱその精神的に怖いんですよね。そうですね、不安で。その不安が長く続くので、やっぱりその、うん、だいぶ悪い影響が出てますよね。うん。うん。でもう一回、このワクチンを打つのが一番いいんですけど、はい、現状では。はい、そのワクチンに対する不信感とか、うん、あと偽情報もね、流れてますから、うんうん、でそこにね、やっぱ信じる人もいますし。これ、あれですよね、文田さん元いた教会では、ワクチンは受けないみたいな。のと親和性ありますよね。うん、多分コロナは風邪だとかって言ったでしょうね、きっと、業界は。やっぱり、うん、ワクチン打つと死ぬとかね。はいはいはい。うん、何なんでしょうね、あれ。やっぱり、ね、アメリカでも問題になってますけど、保守的な、人たちの間では、ワクチンは相当、ね、あるものにされてるし、なんかチップが埋められてるとか。なんか普通に聞いたら笑っちゃうようなことが普通になんか信じられてるっていうね、うん、ちょっと異常な事態だと思いますけど。本当ですね。僕の身近にもやっぱ何人かいて、あ、そうですか。ワクチン打ったら2年で死ぬとかね、言ってましたけど、真面目な顔で言ってましたけど。本当に？うん、本当ですよ。うん、それ医療従事者じゃないですよね。あ、違いますけどね。身近な人ですけど。クリスチャン、うん、ではないですね。ではない。あ、うん、そうですよね。まあでもクリスチャン関係なくそういう方いらっしゃいますよね。うん、でそのね、その公的な機関とかあるいは論文とかでね、うん、はっきりコロナが証明されているし、ワクチンの効果も証明されているのにもかかわらず、うん、そういうことを信じられないというかね、はいはいはい、で むしろ怪しい情報源 YouTube とかの、はいはいはい、そう信じてしまうっていう状況、ね、まあ、やっぱりそのね、その公的、その怪しい情報が信憑性があるっていうことよりは、うん、公的な機関の情報が信じられないということですよね。うん。うん、その権威に対するなんか不信感というか、うん。はいはいはい。政府が言ってるのは全部嘘だみたいなね。そうですね、そうですね。うん、で、少数のその公でない情報の方が正しいんだみたいな、うん、信じてるというか。いやだから、ね、アメリカ大統領選の時のフェイクの話とか、トランプのね、陰謀論の、Q アノンの話とかも全然一言じゃないですよね。本当ですね。まさに リアルに日本でも起こってますよね。うん、いや割と僕びっくりして、ちょっとお前ちらっと検索して、意外にツイッターにめちゃくちゃいるなと思って、その手の、そうなんですよね。その手の人そうなんですよ、いるんですよ。うん、でなんか本もバカ売れたしたりするじゃないですか、そういう、うん、ね、コロナは風邪みたいな本とか、本当ですね、ワクチンは危ないみたいな本がバカ売れしたりするわけじゃないですか。うん、いやだからなんかこの客観的科学的なエビデンスがどうとか医学的にどうとか、まあだからそれはなおさらそのクリスチャンってそういうものと違う世界にいたりすることあるじゃないですか。うん、だからクリスチャンだからこそそういうなんか沼にはまっちゃうのはまだ分からんでもないなと思いつつ、別にクリスチャンじゃなくても信仰とか宗教とか持ってなくても簡単にそういうのにまあ騙されるっていうか信じちゃうっていうかね、そういう傾向はね、非常になんか弱さだなと思いますよね。この状況が僕の教会と全く同じそっくりなんですよね。おう、やっぱそのカルトだったので、はい、僕の教会は、はい、でもその2012年の時にはもう週末が近いって言ってて、はいはいはい、でも景気が起こると、はい、で観覧時代が来ると、はい、だからもう備蓄をしてね、はい、その備えようっていう話だったんですよ。すごいバカらしい話ですけど今思うとね、はいはい、でも当時は真面目に信じてましたから、みんなして2012 年に終わるっていう話ですか。そう、2012年の時に、はい、そうそうそう、世界が終わると、終わるというか観覧時代が始まると、ああそっかそっか、うん、いう話でしたね。へえ、うん、でそのイスラエルでその契約の箱が発見されたとかっていう、怪しいニュースもね、見せられてましたけど。いや、だから、英語のね。そういう人からしたら、本当に、それこそ今週の、大雨とか、異常気象とかも全部観覧ですよね。そうですね。コロナも。うん。でその怪しい情報なんですけど、うん、そういうのがいっぱい集められてきてて、もうエコーチェンバーになっちゃってて。うん、
ですから、しかも未信じる人が他にもいるから、仲間たちがね。だからその自分たちの中ではもう真実になっちゃうんですよね、はいはいはい、それが。でも、それ信じない人たちはバカだみたいな。はいはいはい、バカだっていうか、はいはい、分かってないんだみたいな感じになっちゃう。うん、その状況が全く今と同じですよね。確かに。うん、で、それをなんか批判されたりすると、迫害だとか言ってね、なんか余計燃え上がっちゃったりとかして。そう。で、真実なことだから攻撃されないって言われちゃう。いやなんかそれ最近見たな、ツイッターの炎上で暴進が来てとか。あ、いますね、うん、マジでいますね。真実を言うから攻撃されるんで、やって攻撃されるのは何の怖がることもないみたいな、うん、いやいやいや、だからその陰謀とか信じちゃってる人たちはその論理的に論破する、はい、論破っても先に入るんですけど、はいはい、論破することじゃではなくて、やっぱその気持ち、そうね、を気持ちに寄り添うことかなって。そうですよね、うん、対話できるんじゃないかな。その教会のウイルス対策の話を、あの専門家の方と話をしてた時に、まあ、大事だなと思ったのは、その医学的科学的にそれが安全かどうかっていうことももちろん大事なんだけれども、うん、その信となり牧師なりの不安に寄り添うことも大事だと。 そうですね、それだから科学的医学的にはこれで別に問題ないんだけども、見た目としてはこっちの方がより安心してもらえるだろうという選択肢はあってもいいんじゃないかっていう話をしてて、あ、まあ確かになるほどそうだなと。だから医学的、その感覚的にこうですみたいなこと言っても、もう感覚的感情的にもうそれが不安でしょうがないみたいな人は絶対いるわけで、 そうですよね、それをいかに論理的に正しく説明しても意味ないじゃないですか。うん、だからそこは難しいなと思いますよね。人はあの論理じゃなくて感情で動くんですよね、うん、最終的には。はいはいはい、うん、そう、ね、なんか説得しては無駄っていうか。まあね、そうだから、でも無駄とは分かってても、やっぱその学問的な正しさみたいなことは大事だなと思いますけどね。うん、そうそう、まあ、それを自分でしっかり持った上で、うん、やっぱそう信じられない人たちにはどうやってね、うん、アプローチするかっていうのは考えなきゃいけない。そうですよね、うん、だから文橋さんの立場で言うと、そのかつていた教会がいかに論理的に間違っていたかみたいなことを言っても、多分当事者には全然響かないってことですよね。そうですね、うん、うん、もちろんその、なんていうか、その疑問を持った人に対しては論理的に説明した方がいいんですよね、うんうん、すごく、うんうん、そのクリアになるから、うん、間違いがね。それは多分の聞く側がね、うん、論理的に聞けるこうと、そういうなんていうか姿勢が整ってたら聞けますけど、そうですね、そうじゃないともう鼻から、まあ、攻撃だとかね、うん、思っちゃったら、かつての文成さんみたいに拒否して終わりですよね。そうですね、だから相手がどういう状態かっていうのはまず見極めなきゃいけないですよね。うん、その話が聞けるのか聞けないのかっていうことからね。いやー、なかなかこれは根が深い問題ですね。本当ですよ、うん、しかも長引きそうだしね。まだね、もう1年半経ちましたけどね。本当ですよ、うん、いや私も教会もオンライン始めてて、割とちょっとそのかつて学生時代行ってた教会で今いるところとちょっと距離があるんで、でその県境とかまたいじゃうので、自粛しつつ、その、まあ、一応役員もやってるから役員として当番の時だけ行くみたいなことをやってますけど。ああ、忙しいですね、まあ、正直別になんかオンラインでいいやっていうね、ことになりますよね、うん、本当ですね、うん、なんかですね、あの熱心に言ってる方には申し訳ないけど、ただ僕これ、あの文成さんのその一番冒頭の話とちょっとつながるかもしれないですけど、はいはい、そのいわゆる不登校の問題とちょっと構造が似てるかなと思っていて、お、不登校と、かつてはその学校に来てなんぼとか、その教室でとにかく苦しくてもいいから座ってればその単位上げるみたいな、まあ、時代だったのが、うん、もう今そんなの学校に行けない、行きたくない、あるいはその、 行きたいけど行けないっていうのは別に当たり前になってきてるわけじゃないですか。でそういう人たちはその保健室での授業も認めるとか、あるいは自宅での学習とか、オンラインでも、なんならコロナ中はオンラインでもいいよみたいなことになってきていて、でそれとそのなんか教会がそのリアルな礼拝に何回出ないと認めないとかね、その特定 の, その空間に何時に来ないと
礼拝預かれないみたいなので来たのとちょっと似てるなと思っていて。ああ、確かに似てますね。でだって学校とかその教育現場その大卒あなんか大研か、ね、とか もう認めるふうになってるし、まあ、そもそも行きたいけど行けないっていうことは普通にあり得るっていうことがまあ認知されてきてるので、まあ、教会って本当にだって集団行動集団生活が向かない人っているし、みんなと一緒に礼拝を守れないっていう理由だってね、文田さんのその祈りたいけど祈れないとかも、まあ、普通にあるわけじゃないですか。だからそれをこうその多様なその教育の受け方、あのなんだろう、その教授の仕方があるっていうことを認めると同じように、いやいや別にそれは礼拝じゃないとかね、その自宅での礼拝はあのけしからんとか、そのオンラインだったらその中冷静がどうだとかいうのはちょっとなんか、まあだから全部イコール、まあ、学校教育とね、その授業と礼拝とイコールにするのはできないけれども、なんかここに来ないとダメよっていう時代じゃもうもはやなんか ないんじゃないかなという気はしてるんですよね。本当そうですね。そうだと思いますよ、僕も。うん、その学校、僕も嫌いだったので、はいはいはい。でしょうね。自分学校、学生時代に。でしょうね。絶対学校好きそうなタイプじゃないもん。今の高卒認定試験があったらね、もうそっちを受けてましたよね、僕は。きっと。ですよね。学校行かないで。うん。そうですね。あ、でも薬でしかなかったですもん、学校。本当に。え、何、薬？薬でしかなかったです。ああ、薬ね。うん。そうそう、それは小中高、もうあの高校が一番ひどかったですけど、中学あたりからですね、その結論があるので、その僕の時間の音読とか、はい、もう本当にねきつかったですね。いやー、それはかわいそう、うん、そんな、もう人前で、ね、読まなきゃいけないじゃないですか、ある程度。それ事情言ってなんか飛ばしてもらうとかないんですか。当時ね、自分が既存だっていう認識なかったんですよ。なんかおかしいみたいな感じで、誰もそんなこと教えてくれなかったし、まあ、そうか、うん、社会的なその概念としてもなかった。そうですね、多分なかったんじゃないですかね、あの時は。ないかもしれないですね。うん、単にそのどもりみたいな感じで、はいはいはい、その欠陥というか、なんか、いやー、ね、そういう認識、そういう方いっぱいいたでしょうね、うん、今までもね。まあ、それまあちょっと話するようですけど、教会に関しては、ね、やっぱ僕はオンラインでもいいんですけど、はいはい、その現場の礼拝もいいなっていうふうには感じてますね。カトリックのミサとかね、すごい僕好きですね、実は。ああ、そのミサに実際現場に行って預かる礼拝体験。そうですね、やっぱあの、うん、パイプオルガンとかね、はいはい、そういった楽器の音色とかね、聞きながら、ね、雰囲気を味わうのがいいなって思います。確かそれはあの ライブハウスに行こうと同じかもしれないですね。そのライブを画面で見ろと、はい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 、行くのの違いというか、うん、そうですね。これでもなんかライブで見て、こう何オンラインで見てたライブに、じゃあ実際コロナ明けたら行ってみたいみたいなモチベーションにはすごいなると思うんですよ、うん、なんかオンラインでしょうね、きっとね。そう、散々見てたけど、うん、あ、実際画面で見てたあそこに実際行けるなんてこんな嬉しいことないわみたいなね。それを実際に体感できる喜びみたいなのはあると思うんですよね、実際行けるようになったら。そうそう、だからそのオンラインでもいいし現場に行ってもいいっていう両方いいっていうのがね、うん、あればいいかなと思いますね、うん、最終的には。もう今後はもうそういうハイブリッドが当たり前にならざるを得ないと思いますけどね。うん、そうですよね。今更ねオンラインをねしないっていうのもねもったいないんじゃないですかね。いや、でもやめる教会いっぱいあると思いますよ。そうなんですか。うん、コロナを受けたらやっぱりリアルなね対面で集まることが大事だから、その身体性が大事なんで、うん、そんなオンラインは仮のものでしかないっていうのは割とは結構多いと思いますけどね。ああ、そうなんですね。うん、あの今オンライン化したところで献金とかって今どうなんですかね。学的には減少してるんですかね。あの大きい教会は結構減ってるっていう話は聞きます、ね、やっぱそうなんですね。でそもそもそんなに希望が大きくない教会は、まあ、礼拝には来れないけど口座に振り込んだりとか、あとはたまに月一で持参したりとかいうケースがあると思いますけど、まあ、やっぱり席上献金はね、その場でそこに行ってその場で払うっていう感覚が多いと思うんで、
その月定献金とか維持献金とか言われるようなものはあんまり減らないにしても、正規上が結構その割とシェアを持ってるような大教会は結構いたらいいと思いますね。はい、やっぱそうなんですね、うんうん、やっぱそれだけそのリアルの礼拝にこだわるんでしょうね。やっぱりそうですね。だからやっぱ、うん、あの礼拝ですらオンラインじゃけしからんっていう人がいるなので、うん、まして献金をねキャッシュレスでとか、うん口座でとか、そこは相当多分ハードル高いと思いますよ、うん、オンライン化するのは。うん、なるほど。まあ割と福音派とかね、その辺あの柔軟なので、生産式もオンラインで、うん、あのやっちゃえばいいじゃんみたいな感じだと思いますけど、うん、現金もね、あのできるんだったら別に技術的に OK だったらやったらいいよって感じになってると思いますけど、うん、まあ、割とオーソドックスな教会は結構ハードル高いと思うんですね。なんか面白い矛盾ですね。なんか福音派の方がね、それに厳しいようなイメージがあるんですけどね。そうですね。いや、ね、まあ、だから福音派もね、それこそピンキリで一枚用じゃないと思いますけど、私の感覚だと福音派の方が新しいものには非常に寛容というか柔軟というか、まあ要はそのいいものはいいとして受け入れるっていう感覚はあると思いますね。それがたとえどの教派であろうが、まあ、そのいいものは取り入れていくっていう貪欲さはあると思いますね。うん、この知ってる範囲では福音教会は結構オンライン化しないで、あのリアルに集まっている人が多い感じですね。あ、そうですか。うん、そのなんていうの、礼拝を休止しないでそのまま継続してるっていう意味ですけど、それはやっぱり礼拝をやめるとは何事かみたいな。そうそうそう、集まった方がいいっていうね、うん、集まるべきだっていう人口で集まり続けていると。うん、はいはい、幸いね、今のところまだ何もね大きな問題は起こってないですけど、うん、ガスターとかはね、うん、まあでもね、海外だといろいろ問題になってますからね、その強行して礼拝で集まってクラスターになったりとかもしてるから、うん、もう一回その信仰があればかかんないみたいなあのそっち系か、もね、ありますけどね。そっち系もいますよね。うん、どうしたらいいんですかね。本当ですね。で、それで、ね、信仰があればかかんないって言ってる教会は、実際信徒がかかっちゃったら、うん、それは信仰が足りないからとかって話になってて、そうかそうか、うん、もっと祈れみたいな感じになってますね。やばい、うん。それはやばい。うん、でも実際なんかそのコロナになんかかかんないって言ってた牧師が海外で亡くなったりとかしてたじゃないですか。ええ、してましたね。だから本当になんか本当にもうなんだろう、絶対かかんないって言ってる人だけかかってほしいなと思いますけど。本当ですね。本当ですよ。すごい、だって本当に慎重にね、かかんないようにしてる人だってかかってる状況なんで今、うん、デルタ株とかいろいろ。そうですね。そう、いや本当誰がかかるかもう分かんないですよ、今どこでいつだから誰が。うん、そうですね。マサイさんもワクチンは受けました？私はワクチン2回受けてもちょうど2週間経ったので、多分まあ、あ、じゃあもう今のところ重症化できましたね。まあ、かかっても重症化しないっていう感じだと思いますけど、まあでもあのうち家族が医療従事者なんで、うん、日常的に本当に日々刻々とこうね、まあ、まさに崩壊に向かってるのは見聞きしてますので、うん、その辺の危機感はね、なかなかこうシェアできないもどかしさはありますよね。うん、なるほどね。うん、いやいやいや、なんか1時間ノンストップで、あ、もう当てましたね、1時間で話をしてしまいましたが、ありがとうございました。それなりに来ていただけたみたいで、はい、文田さんあれですか、スペースはやったことあります？スペース何とかありますね。どうなんですかあれは。スペースもやっぱりね、その一人で喋るよりも、うん、なんか何人かで話した方がいいかなっていう感じでした。もちろん人気のある人はね、一人で喋ればね大勢来るんでしょうけど。ああ、文田さんはある程度予定して告知して対談するみたいな感じですか？そうですね、一時期結構頻繁にしてましたね。スペース。スペースで。うん、なんか違いはあります？こっちの
クラブハウスの方がやっぱ利用者が少ないのかなって感じですかね。ああ、そうか、ツイッターだとね。うん、ツイッター多いじゃないですか。今もパソコンでもね、スペース見れます。ああ、そうかそうか。やっぱ、あれですね、クラハの人口は、なんか、高止まりっていうか、ある程度もう、増えない感じですかね。今年2月にね、始まったばっかりですけど、クラブハウス。ね、早速なんかね、ちょっと寂しい感じになっちゃってますけど。いや、私もだから始めた当初散々聞きまくって、すげえ面白いなと思いましたけど、うん、だんだんもうみんな撤退っていうか、割と芸能人がバンバンやってた時あったじゃないですか。ありましたね。著名人が。うん、その時とか、あのテレビの裏側とか楽屋トークとか面白かったですけど。そうそうそう。あの時ね、有料級のね、情報は結構無料で聞きました。最近全然つまんねえなと思ったらほとんど開きもしなかったんですけど、うん、最近も怪しいのばかりですね、なんか怪しいのね、怪しいのありますよ、自己啓発系のね、そうそればっかりだから、なんかねえ、もったいないですね。多分フォローする人増やせばね、いろんな情報が出てくるんでしょうけど、あんまりフォローしないので、うん、そうか、じゃあスペースですね、これからは。そうですね、よかったらまた次回スペースでもぜひぜひお会いしましょう。